今回はあるアイデアに基づいて全身改造するコンセプトトランスフォーメーションをご紹介します。ギネスブックに載る世界一の身体改造男ロルさんをご存知の方は多いでしょう。角のインプラント、スプリットターン、眼球タトゥー、そして驚くべき数のピアス。全身で身体改造は516箇所、そのうちピアスは453箇所です。普通の人間でいるのが嫌になったと40歳にして身体改造を始めました。今も大手企業にエンジニアとして勤務するサラリーマンです。身体改造世界一の女性マリアさんは夫の DV が原因で離婚し、4人の子供の母親として精神的な強さを求め、アステカ文明の神の化身ジャガーがコンセプトだと言います。レッドスカルは透明のアメコミヒーローに憧れ、耳や鼻を切除、顔全体を赤いタトゥーで覆っています。エミリオ・ゴンザレスも全身改造に挑み、おへその完全切除は世界初でした。ドラゴンレディは HIV ポジティブのトランスジェンダーで、ドラゴンになりたいと耳をそぎ鼻も変形しています。コンセプトトランスフォーメーションの元祖はおかげ男ことリザードマンです。90年代半ば、舌を2つに裂くスプリットターンを発明しました。猫になりたいカッテンは猫耳改造イヤーポインティングの発明者です。全身をジグソーパズルのタトゥーで覆ったパズル男ことエニグマは彼女の元夫で、このカップルのインパクトは身体改造の時代の到来を広くアピールしました。自分の希望で自由に身体を変えられる時代、驚愕の改造人間たちが世界中で増殖しています。果たして未来の人類はどのような身体を獲得するのか、あなたには想像できますか？